はい、ハウスの練習ですね。ハウス、なかなか、今考え方がいろいろありまして、例えばこの割り毛の中に入れるとちょっとかわいそうとか自由がないとか、いろいろ言われていますけど、基本は今例えば災害が来た時とかそういうのでは、例えば保健所と国もそうなんだけど、一応このちゃんとこのバリケードハウスにトレーニングちゃんとできるように進めてます。で、災害が起きた時にこのハウスできることできないとの生存率が全然変わってきます。あと保護される場合もちゃんとハウスに入ってる入ってない、なかなか例えば捕まらないとか、ちゃんと中で落ち着かないとか、逆にストレスが入っちゃうんで、ちっちゃい時からなるべくハウスにトレーニングでも、この本能的にこういう狭いとこ好きなので、人間の頭の中ではこの中に入ってちょっとかわいそうと思っても、犬からするとここは安心して寝れる場所、慣れてる。ですから人間も家に帰ったら各自自分の部屋が一番安心できますよ。そういうふうにちょっと入るのかわいそうっていう方たちは、家族全員でリビングで生活してください。それから犬もそこで一緒に、でもみんなやっぱ自分の部屋に入って、お子さんたちも自分の部屋の中に入って勉強したりゲームしたり本読んだりするのが安心できる。だから同じです。そこでハウスの部屋、この子は安全界どんな人かな、ちょっと太ったんですね、あと指摘されると思います。はい、ハウスの練習、この子もちょっとどのぐらい理解してるかわからないんですけど、基本は今全部紐付きでやってます。もうこの段階シリーズで、ハウスをある程度理解させるとして、ハウス今本来この子ハウスってもうすって入っていきます。ここまでやっていきたいです。基本は待てで、例えば待ての練習中に待って、一番いいのは子犬頃から、入れて、例えば何回か中で食事あげてれば自然と入ってきます。ただ、出したり入ったりずっとしてて、今日はいいかなっていう風になってくると、どうしても犬っていうのは、外で、そこも、関係性の問題出てきます。犬が自分の関係性が上の場合は外に出て飼い主さんたちをある程度見張りたいからハウスに入りたくなる。だからうちの子嫌いなんですよねっていうのは、多分ワンちゃんは上に立ってます。スッて入っていくのは、ああ自分はもう飼い主さんに守られてるから自分の部屋に帰って安心して寝ようっていう風な動作で入っていく。だからそこをある程度、考えて中で安心させて、例えば車の移動とか、いろいろ、とか今、旅行も一緒に行きます。で、ハウスの中で安心させれば、違う場所行っても、多少神経質なワンちゃんも中で安心してください。で、あとは、今度開けるときに、パーンって飛び出ちゃうと、まあ、その時に待てって言って声かけて開けてみます。待てって。待てって言って開けます。で、コツとしてはこのドアがすぐ閉めれるような状態でテープで持ってて、待て待てで、よし、いいですか。この子は今ハウスできる、ハウス待て、ここで例えば何回か食事を与えます。で、芝犬なので、前回の芝犬使います。芝犬っていうのは、基本としては、独立性が強いので、言い方悪いけど、ハウスの中に行くと、今度だんだん、牽制入っちゃう場合は、ハウスの中が非常に強くなるんです。今度ハウスに近づいたり、開けたりして、例えばこの食器取ろうとしたりするときに起こったり、だんだん、飼い主さんが、触れない状態。今度、ハウスに入れられたり、今度出せない。それはちっちゃいうちから、例えば、おやつで、中華ねるんですよ。
まあ、この子はもう成犬なの。成犬なの。これはハウスの練習プラス、自分との、ね、コントロールの関係性です。この状態でも中で、怒らない。本来ハウスの中でこういうふうに触れるのかに使います。意外と芝犬の多いのが、まあ、芝犬多いって言っちゃうと怒られちゃうかもしれないですけど、きちんと今までのしつけの相談来るのが多いんですので、それをちょっと芝犬飼ってる方もちゃんとした飼い主さんちゃんとやってますので、非常に多い方が芝犬いっぱいいます。イメージです。あとどうしても独立性強いので、どうしてもちょっと間違えちゃうと千葉県がちょっと怒りかねないので、その辺をさせていかない。でもこの子みたいに、それで僕この子をあんまり触ったことない。でもこのぐらいお利口さんって僕初めてでもないけど、そこでもあげたことないし、基本あんまり触ったことない。でもある程度千葉県これよく嫌がります。別に嫌がらない。僕はハウスで一番入れる。今出ようとしてます。このドアを出ようとします。待て、じゃあ下げたらすぐ閉められる。待て、待て。で、この中で一番いいのは慣れて触れる。この二段階になって、カメさんによってワンちゃんが怒る場合はこれを運転できません。で、本来こういうところから鳴らしていいですか。で、子犬の場合のハウスの練習する必要ないと思います。中で食事あげればいいです。何回も。で、子犬たちはもう、抱っこして入れて、食事あげて、褒めて、させれば自然とハウスで。はい、4ヶ月の子犬、今ハウストレーニングしてます。今勝手に入ります。で、ある程度中でハウスで、今中でたまに何回か多分食事与えてますので、今多分ご褒美の匂いもしてます。この中で、食事できますって飛び込んで入ります。ここでまあ鳴らして、で最初は鳴くかもしれないんですけど、ここは我慢して、直接叱りに行ったりうるさいって言うと、さっき言ったハウスのイメージと、この開けようとしたら犬が怒ったりして触れない状態になりますから、基本は無視して、でどうでも、見て吠えてる場合はなんか見えないものをちょっと隠すで鳴らして、で今多分飛び出てくるかもしれない。で、今ドアを、僕はさっきの鍵を待て、わかります？待て。で、そうの時に閉めます。要は何て言うと、よく車でたまに見るのは、車の後ろに積んであります。開けた瞬間、犬がバーンって出てくる、飛び出てくる。非常に危ない。下手すら車を開けて、道がちゃんと飛び出ていって、車が引かれます。で、なるべく飼い主さんが中でリードを作って、様式に行くまでは出さない。積んであげます。待ってます。じゃあ、リードをつけます。つけた後に、よし、飛び出てくる。で、出して、で自然とだんだん、開けても待ってリードをつけたら、出てくる、外出ます。じゃあ家の中だったら待てって言って、よし、来て出てくる。はい、終わり。